なるほど。なあ、勝利、俺の新しい靴下知らねえ？お兄ちゃんと呼べ。ああ、やだよ。なあ、勝利、靴下。甘えるな。お前の靴下の行方なんか知るか。自分の部屋探せよ。部屋にないから聞いてんじゃん。あれ、何読んでんの？図解わかりやすいパンダの生態？こら返せ。なんで急にパンダの本なわけ？狙ってる女の子の攻略にどうしても必要なんだよ。それどうせまたゲームの話だろ。何？今度はパンダ好きギャルとかそういう設定？甘いなユリ。今度の主人公ランランちゃんは悪い魔法使いに呪いをかけられて、なんと、いい湯加減の風呂に入るとパンダに変身しちゃうのだ。は？ちなみに水をかければ元に戻る。それどっか解説しよう。ヒロインランランがパンダに変身したとき、そこに人間らしい感情など一切存在しない、混じりっけなし純真無垢なパンダになってしまうのだ。その状態で親密度を上げる、つまりランランに気に入られるためには生のパンダ、略して生パンが喜ぶことをしなくてはならない。したがって専門知識が必要不可欠なのである。もういいよ、俺に靴下を探させてくれよ、頼むから。なんだ、人がせっかく説明してやってんのに。うわあ、ん？勝利、それ俺の。なんで勝手に履いてんだよ。ん？あ、これか。どうりで見たことない靴下だと。とぼけんなよ、もう。どうせわざとだろ。なんでそうやってすぐ弟の持ち物勝手にいじるかな。ま、いわゆる一つの歪んだ愛情表現かな。歪んでんのかよ。ま、待て、今脱ぐから。いらねえよ、そんな納得せえ靴下。渋谷くん。あ、村田だ。おう、ちょっと待ってて。オッケー、わかった。お前、また村田とかいうあのメガネっこと出かけんのか。うん、今から野球。ちなみに明日は水族館。水族館？パンダのいる動物園にしろよ。あと日付変えろ。明日はサークルの合宿で俺いないから、来週ならお兄ちゃんがついてってやる。いや、ついてこなくていいよ。なんか2枚だけチケット余ってるんだって、村田が。そういう時は女の子を誘うもんだろう。そうだけど、誘うとして準備してたら振られたらしいんだよ。ダメ男だな。生身の女の子を落とせない勝利にそんなこと言われたくないね。違う！お兄ちゃんは落とせないんじゃありません！落とさないんです！あっそ。じゃ、行ってきまーす！納豆臭くなんかないもん。ドラマ CD 裏、今夜は魔のつく大脱走、元祖ゴージャスバージョン。いやー、なんか楽しいね、渋谷。好きな子に振られてショックって言うから、ナイター諦めてついてきてやったのに。村田、お前さ、その元気は何？ん？だって、水族館なんて久しぶりだから。なんかこういうの、デートみたいでウキウキするじゃない。隣が女の子だったらな。あ、なんだよ。僕とじゃ不満なわけ？そりゃ不満だろ、お互いに。言っとくけど俺、もうすぐ誕生日なんだからな。なのにこんなツーショット。ああ、不毛。そういや、明日誕生日だったっけ。ヒューヒューだぞ、渋谷。大人の階段登っちゃうね。村田、なんでお前の愛の手はいつも微妙に親父なの？まあ、いいや。ところでさ、村田、お前、その好きな子ってのに告ってないって本当？まあ。じゃあ、振られたかどうかなんてまだわかんないじゃん。いつもの調子で気楽に誘えば、その彼女さん候補も今日のデートくらいは応じてくれたんじゃないか。渋谷だ、原宿だって、トレンディーな名前のやつにモテない僕の苦労なんてわかんないよ。トレンディーってお前、いや、名前とモテ度は比例しねえし、つうか原宿は違うだろ。原宿は、ああ、僕の何がいけなかったんだろう。あのな、村田、いいも悪いもないだろ。だいたいお前、具体的にその好きな子に何かアクションを起こしてたのかよ。そうだな。休みの日に家まで会いに行ったり。意外と積極的。あと、不良に絡まれてるところを、助けてもらったり。なんだ、お前が助けられる方かよ。ああ、
そういや俺の時もそうだったもんな。でも女の子にまで助けてもらうんじゃ男としての立場がないだろ。それから一緒に参考書買いに行ったり、苦手教科の勉強を教えてあげたり。ああ、優等生メガネ君らしいいいアプローチだね。だろ。それで勉強のお礼にとか言って手作りカレー食べさせてもらったりね。まあこの辺はあくまでも僕的今後の予定なんだけど。予定ってなんだよ。じゃあそれ全部ただの妄想？自慢じゃないけど僕昔から想像力たくましいって通知表に書かれてた口だから。確かに自慢にならない。でもさ、そこだけ聞いてるとそんなに脈なしとも思えないんだけどな。まあね、別に嫌われてるわけじゃないと思うし。だけどどんなに仲が良くても言葉にできることとできないことってあるだろう。ま、なんか真面目な話になってきたな。茶化すなよ。告白ってすごく勇気がいるんだから。隠し事なしの本当の自分を見せたのに好きな相手に受け入れてもらえなかったら渋谷だって辛いだろ。本当の自分。そうだよ。三度の飯より野球好き、こんな汗臭い俺ですが、って手を差し伸べた途端、あ、むさーいって鼻つまんで顔しかめられたりしたらさ。村田、なんでそれ知ってんだよ。うん、たまたま見てたから。中二の時だっけ、確か校舎裏の恋愛成就伝説の木の下。ね、ショックだろ。で胸が痛い。ああ、トラウマの箱が開きそう。ああ、とりあえず村田の気持ちはちょっとわかったよ。でもさ、そんなに好きなら当たって砕けてもいいと思うけどな。俺はうまくいってもいかなくてもなんか青春って感じするし、いや僕はね、今回だけはどうしても失敗したくないんだ。もう少し様子を見てみるよ。そうか。ま、協力できることがあったら俺も一肌脱ぐから何でも言えよ。うん、期待してる。あ、見ろよ渋谷、シーワールドの建物が見えてきたぞ。あ、本当だ。ほら早く行こう。あ、お待てよ村田。さて、それではここでご来場のお客様の中からお一人、イルカ君と握手していただきましょう。ナンバーカード27番のお客様、おめでとうございます。いらっしゃいましたらどうぞステージへ。やったよ渋谷。あ、何が。手持ちのカード見てみろよ、27だろ。あ、おめでとうございます。お名前は。渋谷優里です。優里君、素敵なお名前ですね。はい、こちらは記念のイルカキーホルダー。ここを引っ張ると鳴くんですよ。かわいいでしょう。それでは早速坂東君とエイジ君に握手していただきましょう。え、いや俺イルカってあまり好きじゃなくて。マジ砂ばっか。ユーリ、ちゃんと僕につかまれ。ほら、もっとくっつかないと馬から落ちる。やだよ、汗でベタつくし気持ち悪い。気持ち悪いだと？それが婚約者に向かって言うことか。ろくに訓練も受けずに砂漠を渡るなど無謀もいいところだ。グエンダル、陛下はご自分で偽物魔王を探し出したいんだよ、ホンボルテール卿。それに噂の魔敵が本物かどうか判断できるのは陛下だけだ。魔王にしか吹くことのできない嵐を呼ぶ笛なんだから。勝手にしろ。俺とコンラッドとボルフラム、そしてグエンダルの一行は兵を率いて熱い砂漠を渡っていた。ここだけの話、なんと隣国で俺のそっくりさんが無銭飲食をやらかして捕まり、しかもそいつは魔王専用のお宝魔敵を持っていたらしい。ってなわけで俺は偽物魔王と魔敵の行方を追うことにした。
暑い。砂で口の中がジャリジャリする。水でうがいしますか？いやいいよいいよ、まだ先は長いんだろうし、飲み水は貴重だろ。我慢しすぎて倒れてはそれこそ大変です。どうぞ。え、じゃあありがたく。あ、生き返ったかも。じゃあもう少し頑張れますね。なんか無理やりついてきたけど、俺足引っ張ってばっかで申し訳ない感じ。そんなことはありません、陛下。お、君も？ああ、一兵卒の分際で失礼いたしました。俺、あ、いや、自分はコンラート閣下の隊に属するライアンと申します。ユーリ陛下。あ、そんな風に呼ばれるとなんか落ち着かないな。だけど、軍人さんも大変だよね。命令一つでいろいろやらされちゃってさ。今回も砂漠横断なんて、無理させてごめんね。あ、とんでもない。陛下とご一緒できる任務につけて嬉しいんです。あ、それに自然は確かに厳しいですが、時々思いがけない珍しい動物に出会えることもありますし。動物ね。ライアンは動物が大好きなんですよ。へえ。あ、なんだあれ。どうしたユリ。いや、前の方になんか可愛いものが砂の中央でバンザイしてる。なんだ、僕には見えないぞ。ほら、あそこだよ。なんかツートンカラーのクマみたい。って、あれパンダ？パンダ？なんだそれは。助けてくれ！どうした？兵が馬ごと砂の中に吸い込まれました！何？しまった、砂熊だ。え、地面にでかい穴が！ユーリ、ボルフラム！砂の流れが速い、急い！どんどん吸い込まれてく。どうなってんの？砂に足が取られて、もうボルフラム！ボルフラム！どうも、ライアンです。で、こっちが砂熊のケイジ、ベア。ここからは砂熊の巣に落っこちた俺とベア、ベア、ケイジの愛の物語です。涙なくしては語れない運命の出会いをご堪能ください、ベア。うわあ、だだだだだ。あ、ここは砂熊の巣の底？俺の他に何人も落ちたはずなのに。まさか砂の下にこんな空間があるなんて。あ、そうか、わかったぞ。これはその無の青き衣をまといて、あ、じゃなくて、砂熊の巣は地下で枝分かれし、無数の通路でつながっている。家族はこれを使い互いに行き来するって。ああ、あの有名な知っとる動物記珍しい動物編に書いてあったことは本当だったんだ。か、感動。じゃあこの通路を進んでいくと、その先には砂熊の大家族が。あ、何の音だろう。後ろの方から。砂熊だ。ビア、かわいい。ビア、よし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 、いい子だな。よし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 。俺、君怪我してる？これは刀傷？ビアビアビア。砂熊に深手を負わせるほどの剣の使い手なんてうちの軍でも限られてくるよな。ビア、よしよし、大丈夫、怖くないよ。ほら、怪我の手当てをしよう。ビア、ほら、怖くない。
ね、怯えていただけなんだよね。ベア。ん？なんだって？ベアベア。謝ってくれるのかい？ありがとう。気にしてないよ。ベア。ベア。ごめんね。君の住処を勝手に荒らして、怪我までさせちゃって。うちの軍の仲間の代わりに、俺が謝る。本当にごめん。ベア？え？君の言葉？うん。不思議だね。でもわかるんだ。ベア、ベアベア。へえ、ケイジって言うの？ふん。素敵な名前だね。ベア。ベア？ああ、俺はライアン。今まで魔王陛下の軍に属してたんだけど、今日から無職になってしまいそうな予感がしてる。ベア？バカ。そんな無粋なこと聞くもんじゃないよ。本当にわからない？いいよ。じゃあ今わかって。それはね、君と出会ってしまったから。ベア。ベアベ、ベア。え、本当に？ベア。嬉しい。ケイジ、俺たち一目惚れ同士だね。ベア。というわけで、俺、ライアンと言います。この度はその、そちらのご子息であるケイジ君のことについて、ちょっと。ビアン？あ、これはこれは、ケイジ君のお父上。この度はどうも。いやー、さすがは一家の大黒柱。ケズヤと貫禄が違いますね。ビアン？そんな、そうちゃですがなんて。ケイジ君のお母様、本当にもうお気遣いなく。ベアベア？そうですよね。すいません。本題に入らせていただきます。あの、折り入ってのご相談というのは他でもない。その、ケイジ君を。ベア？ケイジ君を、俺にください！ベア！ああ、突然のことで、驚かせてしまってすみません。でもお父さん、俺たち真剣に。ベアベアベア！お前に父親呼ばわりされる言われはないって。そんな、聞いてくださいよ、お父さん。やめるべ！危ない！ケイジ！ビア。俺は大丈夫だよ、ケイジ。ほら、泣くんじゃない。いいんだ。君がこれ以上怪我しなくてよかった。ビー。ベアベア？お母さん。ええ、俺はケイジを運命の相手だと思っています。すまんベア。いいえお父さん、俺の方こそ手塩にかけて育てた大事な息子さんをご両親から奪うようなことになってしまって。ベアベアベア。ありがとうお父さん。ええ、必ず必ず幸せにしてみせます。俺は、ケイジのためなら死ねる。ビアスマグマがさらにたくさん。うわ、君たちは誰？あ、ベア、ベア、ベア。ケイジのおじさんですか。どうも、はじめまして。ベア、ベア、ベア。ありがとうございます。おいごさんのことは、お任せください。ベア。ベア、ベア、ベア。あ、なるほど。お父さんの弟さんなんですね。へえ。ご兄弟揃って、モテそうですね。ベア、ベア。ベア、ベア、ベア、ベア！こんにちは。君、トラジ君って言うのか。ケイジの弟だよね。あれ？じゃあ、トラジ君とよく似た、そっちの君は？ベア、ベア、ベア。はは、ハイジ君か。なるほど。君たちは双子なんだね。どっちがお兄さん？ベア、ベア、ベア、ベア。はぁ、ベア、ベア、ベア。トラジ君がお兄さんなんだ。二人とも、よろしく。ベア、ベア、ベア。ユキジちゃんって言うの？うわぁ、すごく可愛いね。ベアベア？え、俺、そんなにかっこいい？いや、照れるな。ベア！いてててケイジ、何拗ねてんだよ。
バカ、他の子と君を比べる意味なんてないだろ。ベア、本当だって。ユキジちゃんのこと可愛いって言ったのだって君の大切な妹だからじゃないか。ベア、ベア、ベア。あ、ところで刑事、あの入り口のとこでこっちを見てるのはベ、ベアベア。あ、お兄さんなの。ベアベア、ベアベア。あ、どうも、浜地くんでしたっけ。え、ごめん、ちょっと話の意味がわからなくて。ベアベア、ベア。あ、本当にごめん。君んちのご近所のランランとカンカンについては、俺、あんまり詳しくないんで。ベア、ベアベアベア、ベア。あ、いや、俺は今んとこ、ランランの掘った土にも、カンカンの砕いた岩のかけらにも、あんまり興味ないな。君、集めてるの？ベアベア、ベア。ん？ファンファン？ああ、その名前は確か、セリ様の恋人リストに。ベア？え？幼女萌え？じゃ、きっと別人だと思うな。ごめん、浜地くん。俺、ちっちゃい子に燃える属性持ってないみたいで。ベア。ケイジ、なんだか俺、浜地くんに嫌われちゃったかも。ベア。気にしなくていいって言われても、気になっちゃうよ。ベア、ベア。あ、お母さん。何ですか？用意ができたって。ベアベアベア。え？結婚式？俺とケイジの？ベアベアベア。お父さん、そりゃ善は急げって言いますけど、いろいろ心の準備ってものが。ベア？いやケイジ嬉しいよ、嬉しいけど。ところで魔族と砂熊って結婚できるんだっけ？ここは一体どのあたりだ。ボルフラム！ユーリは無事だろうか。穴に落ちていなければいいが、あいつはヘナチョコだから一人にしたら寂しくて泣いてしまうかも。僕がそばにいてやらないと。なんだ、水か。ダメだ、この程度で驚くなんて。しっかりしろ、ボルフラム。お前は魔族の軍人なんだから、こんなことで心細くなってどうする。ボルフラム、ボルフラム。ウェラキョ、何しに来た。無事でよかった。待て、そっちは行き止まりだ。分かってる、そんなの。さっき落ちた兵たちに抜け穴を教えておいたから、出口で合流だ。砂熊に出くわさないうちに俺たちも急ごう。おい、ん？どうしてここへ来た？陛下のご命令だよ。ユーリの？ああ、ボルフラムのところへ行けってね。なんだと？僕をバカにしているのか。無人たるもの、死ぬ覚悟の一つや二つ。分かってる、俺もグエンもそう申し上げた。兄上も？けど陛下は行けと言われた。行ってお前の弟を助けろと。弟？正直ホッとしたよ。グエンダルも同じ気持ちだろう。ウェラキョ。さあ、陛下のためにも早くここから脱出しないと。分かってる。ここから先は細い道が続くぞ。足元に気をつけろ。俺が先に行くからちゃんとついてこい。うん。どうした？ほら。なんだその手は。暗くて歩きにくいかと思って手を引いてやろうかと。子供扱いするな。そうだな、闇が怖くて川屋に一人で行けないなんて泣いてた頃とは違うか。当たり前だ、僕をいくつだと思ってる。82。まだまだ子供だと思ってたんだけどな。うるさい。コンラート。ん？助けに来てくれて
ありがとう。ん？何？なんでもない！そうか。砂熊の襲撃でみんなとはぐれた俺とグエンダルはなぜかお尋ね者の駆け落ちカップルと間違えられ、互いの手首に手錠をかけられてしまったのだ。なんとかその場は逃げ出して岩だらけの荒野で野宿することになったんだけど、よし、うん、うわ、サーブ。昼はあんなに暑かったのに夜はここめちゃめちゃ温度下がるんだな。この辺りは草木が少ない。日が落ちればあっという間に地熱が奪われる。ほら飲め。ああお湯、いやいい、俺今別に喉乾いてないし。飲め。乾いてはいなくても少しは体が温まる。でもやっぱいい、グエンダルが先に飲めば。飲まないのなら無理やり口をこじ開けるぞ。分かった、飲むよ、飲むってば。いただきます。うん。なんだ。いや、その俺があげたキーホルダー気に入った。よくできた細工物だと思ってな。これに名前はあるのか？いるかな。ね、多分坂東くんか英二くん。坂東英二か。可愛い名だ。いや可愛くねえよ。それにしてもこの鎖どうにかなんないかな。強い砲力がかかっている。今の私には外せない。無理にいじればお前の手首がちぎれるぞ。だよな。明日にはスベレラの首都に入る。どこかで砲力のある僧侶を捕まえて外させればいい。うん。なあグエン。うん？コンラッドたち大丈夫かな。ボルフラムはともかく、コンラッドほどの男が砂熊相手に命を落としたらそれこそ末代までの語り草だ。だけどちょっとでも心配だったりしない？もしかしてとかさ。二人とも一流の軍人だ。それって信用してるってこと？ああ。そっか、よく考えたらあんたら兄弟だもんな。似てないけど。勝利どうしてるかな。勝利、うん、うちのバカ兄貴。いや頭はいいんだけど言動がバカっていうか、お兄ちゃんって呼べってうるせえの。呼んでやればいいだろ。やだよ、今さら恥ずかしいじゃん。でね、うちのバカーにはギャルゲとかネトゲとか得意な人なんだけど。ネトゲ？うん、なんていうのかな、現実じゃない世界で戦士だの魔法使いだのになって戦う遊びがあんの。勝利そういうのも得意でさ。でもまさか自分の実の弟が異世界で魔王をやってて追われて逃げてるなんて思いもしないんだろうな。そうか。口喧嘩ばっかりだけど、まっそれなりに仲はいいと思うよ。うん。でもさ、悔しいけどグエンダルたちの方が兄弟の絆が強い気がするよ。なんか団結力があるっていうか。俺らなんていっつもテレビとか見てバカみたいに笑ってるだけだしな。テレビ？ああ、いろんな絵が映る箱みたいなもんだよ。面白いのか？時と場合によっては。うん。同じものを見て笑い合えるということは心を許し合っている証拠だろう。何も困難だけが絆を強くするものではない。ま、そうかもしれないけど、私たち魔族の生きる年月は人間のそれよりずっと長い。それだけの時間を費やせば自然とそれなりの絆はできてくるな。そんな言い方しなくてもグエンダルは立派なお兄ちゃんだと思うよ。弟たちがあんたのこと信頼してるのすごくよくわかるもん。そうか。あ、そういう顔するとちょっとコンラッドに似てる。あれが私に似ているんだろう。ん？そうかも。よせ。でも
そんなに舐めたらくそ痛い。やめて。ギブ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 。耳は弱いんだ俺。痛い。ジャングルで白いライオンと戯れてたところに急に砂熊が襲ってくるんだもんな。もう食えんだろ。よく寝てら。あんな夢見たせいで心配になってきたぞ。コンラッドたち本当に大丈夫なのかな。大丈夫でちゅよ。なんだグエンダル起きてんの。えでちゅよ。はいはい、いい子でちゅね。バンドエイジさん、もう怖がらなくても大丈夫でちゅよ。今お兄さんが痛い痛いをないないしてあげまちからね。寝言。なんだなんだ今度は。伊藤せ、何をするか。やるんだ。グエン。兄しな。私は殺す気か。頼む。なべばよしてくれ。死ぬから絶対。ギュンタ。ヘラヘラ笑ってないでこの強行を止めろ。何？貴様裏切り者。なんかすごいことになってる。あ、よせその子だけは。やめろ兄しな。バンドエイジだけはご無事だ。助けてやってくれ。スーパーひとしくもびっくりの展開だな。おい、よし分かった。私も無人だ。家族はできている。家族私の家族はどこだ。さあ煮るなり焼くなりすっきりしよう。家族はどこなんだろう。終わった。で、アニシナって誰？なんだ？アニシナ？まだ続くのかよ。大丈夫か？何が？だいぶ歩き疲れてるだろ。少し休むか。別に疲れてなんかない。それに休んでいて砂熊に見つかったらどうする。大体一刻も早くユーリと合流しようと言ったのはお前だろ。分かった。このまま進もう。主君の無事を第一に考えるのが神官の務めだろ。なんでその緊張感がないんだ。はいはい。ったく、いちいち子供みたいに甘やかすな。僕はそこまで頼りないか。そんなことはないよ。ただユーリにはグエンがついてる。だったら今はお前の心配をしてもいいかなと思って。しなくていい。それに恐れ多くも魔王陛下に対して慣れ慣れしくユーリなどと呼ぶな。自分のことはちゃっかり棚上げか。さすがわがままプー。何か言ったか。言ってないよ。言っただろ、プーとかなんとか。違う、可愛いなって言ったんだ。ほら、そんなにほっぺた膨らますなよ。ますます子供みたいだぞ。何？おっと、大丈夫。あれは毒を持つ種類じゃない。ほら、ボルフ、歩けなくなるからそんなにしがみつくな。違う、これはだな。その、ちょっとつまずいただけだ。はいはい。なんだろう。まさか砂熊に見つかったか。いや、それにしては先がない。フェラー卿、要請。ここから中の様子が見える。メアベア、メアベア、ベア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 。
ありがとう。皆さんありがとう。俺たち幸せになります。なんだあれは。砂熊の集団が歌を歌っていたぞ。聞き覚えのある声が混じってたような気もするけど、まあいい。砂熊があちらに気を取られているうちにここを抜けよう。ああそうだな。そろ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 。素晴らしい。やはり陛下が即位されてからというもの、新魔国の財政は確実に安定に向かっているようですね。ああ艶やかな漆黒の瞳とかぐわしい霧のごとき黒髪、その奇跡のような美貌が私の心をギュ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 ッタッと引き絞るのです。ああユーリ陛下、どうか私をギュッターを一生陛下の王様に。新魔国の中心で愛を叫びまくったところで、異国の地を行かれる陛下のお耳にはそんなたわごとピクリとも届きませんよ、フォン・クライスト卿。いや、兄しろ。自分ばかり安全地帯に身を置いて、役に立たない忠誠心の垂れ流しとは。やれやれ、王佐ともあろうものが、まったくのんきなものですね。そんな、私の魂はいつも陛下のおそばにあります。やめる時も健やかなる時も。それは奇弁です。えフォン・クライスト卿ギュンター、あなたには陛下を思う気持ちが足りない。なんですって。それが事実なら私はどうしたらよいのでしょうか。簡単です。相手を思うのに一番手っ取り早い方法は、いついかなる時もその人を見つめ続けるというものです。なるほど。それが可能ならどんなに幸せなことでしょう。凛々しくご公務に打ち込まれる陛下、華麗に青にまたがる陛下、優雅にお食事を召し上がる陛下、たおやかにお風呂に入られる陛下。陛下、このギュンターがお背中をお流しいたしましょう。あ、いけません。そんな大胆だ。陛下、陛下。鼻血を吹きなさい、ギュンタ。すいません、ハゲヘア、放浪者らしい。そのしょうもない想像力、いっそあっぱれです。よろしい。その望み、私が叶えて差し上げましょう。え、本当ですか？もちろんです。アニシナの辞書に不可能の文字はありません。ああ。確かあなたの実験室に置かれた辞書は全て不可能の項目が塗りつぶされて読めなくなっているのだと、いつだったかグエンダルが。何かおっしゃいましたか？え、何も言ってません。それでは、世紀の大発明をご紹介しましょう。その名も、どこでも陛下。ああ、アニシナ、すごく大きな箱だ。この程度で驚かれては困ります。今からこの箱にユーリ陛下の姿が映るのですよ。え、そんなことが。え、まずはこの脇にある突起物を指で押すのです。すると押したものの魔力が箱に伝わり、それを上空の鏡衛星が受信、その後衛星が陛下の位置を探り当て箱に様子を伝えるという仕組みです。では私の持てる魔力と陛下への熱い思いを込めて、この突起物を。ポチッとな。ああ映った。アジシナ映りましたよ。おや、グエンダルも一緒ですね。待ってください。なぜ陛下はあのようなみすぼらしい馬車に乗っておられるのですか。二人の手首に鎖が。あれではまるで罪人のようではありませんか。まるでも何も、実際罪人なのでしょう。陛下は捕まった。一体誰が何のためにそのようなことを。グエンダルがついていながらなぜ。あの建物は裁判所でしょうか。おやおや、二人ともあんなに仲睦まじく寄り添って。おのれ、非常事態にかこつけて陛下と鎖でつながれるとは。羨ましい、羨
ダメージ。だー、恨みますよグエンダル。そこか、陛下から離れなさい。いけません、そんなに揺らしたら。おや、お姿が。あれだけ乱暴に扱えば壊れて当然でしょう。そんな、せっかく陛下のお姿をいつでもどこでも拝見できると思ったのに。形あるものはいつかは壊れる、それが世の習いです。いや、このままじっとしてなどいられません。兄さん、馬よりも早く今すぐ陛下のおそばに行けるような魔導装置はありませんか。瞬間移動ですか。まあないということはありませんが。私、陛下にお会いするためなら命だって惜しくはありません。ほほー、よく言いました。フォン・クライスト卿、その息はよし。はい。ではご覧なさい、これがアニシナ的最終兵器、天下御免制御不能禁断の空間転移装置。はい。え、禁断。トベイチロー肩兄弟船。ご覧なさい、この洗練された外観、中に入ったものが魔力で自らを粒子状に分解し遠方の目的地へ飛ばして、そこで肉体を再構築するという非常に高度な魔導装置なのです。ちなみに漁船をかたどった外箱はまだ見ぬ世界への旅立ちを意味します。ああ、西が、私の気のせいでしょうか。この転移装置、漁船というよりもむしろ缶桶のように見えるのですが。さて、この戸部一郎、魔力不足や装置の作動不全により時に分解し損ねた肉体が兄弟船の中に残ってしまうこともということは、つまりあれ、箱の中身が軽くなっちゃったぞという非常事態が発生した場合、箱を開けずに四隅を釘で止め、そのまま埋葬できてしまうという画期的な機能を搭載しているのです。いやー、大丈夫、あなたほどの魔力があればちゃんと空間転移できますよ。そうと決まれば税は急げです。えい、トベイチロー、準備完了。さあ、ちゃっちゃと入りなさい。あんた、あれ、ちょっと、何のお世話ですか、兄さん。いや、ちょっと、やめて、兄さん。いや、一郎に私のお仕事なんかやめて。もう、なんてお嬢ピアノ悪い。今こそ陛下への愛の見せ所でしょ。じゃほら、早く。いや、やめてな。俺とグエンダルがスベレラの家庭裁判所でとんでもない判決を受けているその同じ頃、砂熊の巣から抜け出したコンラッドとボルフラムはあるお騒がせな人物と合流していた。彼女の名はニコラ、グエンダルのいとこ、グリーセラ卿ゲーゲンヒューバーの恋人で、彼の子供をお腹に宿した元気でけなげなお母さん予備軍だ。あなたたち、ユーリを知ってるの？知ってるも何も、ユーリは僕の婚約者だ。え、じゃあ。なんだ。あなたが、その、婚約者をお兄様に奪われた弟さんなのね。何？どういうことだそれは。ボルフラム。あ、ごめんなさい。そちらの茶色い髪のお兄様。ひょっとしてこの件って、弟さんには内緒だったり？いや、何か行き違いがあるような。女！ニコラとか言ったな！お前の知ってることを洗いざらい吐け！最初はね、私の結婚式の最中にお二人が教会に手に手を取って飛び込んできて。手に手を取って！？ほら、待て待て。グエンダル、俺を捕まえてごらん。危ない、ユーリ。ソラ、捕まえた。ああ、転んじゃったよ。バカだな、そんなに走るからだ。なあ、俺のことしっかり捕まえておいてくれよな。当たり前だ、もうこの手は絶対離さないぞ。
ルフラム落ち着け。ああ、でもね、安心して。手に手を取ってっていうのは正しくないの。お二人は片時も離れることができないようにお互いの手首を鎖でつないでいて。片時も離れることができない。ボルフラム、はあ、なんて素敵なのかしら。断ち切れない鎖につながれて、起きている時も眠っている時も二人はずっと一緒なのよ。眠っている時も一緒。グエンダル、俺たちとうとうこんな砂漠にまで来ちゃったね。ああ、弟の婚約者を奪い許されない愛の逃避行を続けている身だからな。ボルフラム、今頃怒ってるだろうな。弟からお前を奪ったことを後悔はしていない。私の思いはこの鎖と同じだ。この断ち切れぬ鎖と。それは俺だって。でも寒い、寒いよグエンダル。砂漠の夜はなんて冷えるんだろう。ほら、もっとこちらへ来い。温めてやる。ニコラ、あまり弟を刺激しないで。あらあら、そうね、本当にごめんなさい。略奪愛されちゃった婚約者さんにしてみたらとっても酷な話ですもんね。でもきっといつか二人を許し祝福できる時が来ると思うの。そうよ、私とヒューブだっていつかきっと。ニコラ、私たち駆け落ちするとき誓ったの。死ぬときは二人一緒だって。でも他の男と結婚すればヒューブの命だけは助けてやるって言われて、私死ぬときも一緒。ユーリー、ダメだグエンダル、このままじゃあんたまで崖から落ちる。その剣で俺の腕を切り落として、そうすればあっただけでも。バカを言うな。この手錠をかけた時もう二度と離れないのだと誓っただろう。でもこのままじゃ死ぬ時は一緒だ。グエンダル、一緒に行こうユーリ。そして二人で永遠の楽園を築くんだ。そんなのってあんまりだっていうか、なんでユーリ一人崖から引き上げられないんだ、兄上のバカ。ボルフラム、まったく。あ、転んだ。ユーブー、こっちもか。やれやれ。ニコラは安全なところに避難させた。ああ、しかしこの採掘場、女しかいない割には警備が厳重だな。当然だろう、人間にとっては金より貴重な宝石を掘り出す場所なんだから。だな。ボルフ、さっきから顔色が悪い。宝力に満ちた土地では魔力の強いお前には辛いだろう。無理なら早めに行ってくれ。戦闘が始まったら多分かばってやる余裕がない。見くびるな、僕は十分戦える。お前は有利救出のことだけ考えていればいいんだ。もちろん、主君の安全第一は神官の務めだ。そうだろ。じゃあ位置関係を確認しよう。まず待機させた8人の兵で左側の通用門を突破。俺たち2人はその騒ぎに乗じて右手から回り込んで。なんだ今の音は。暴動か反乱か。陛下の身に危険が及ばなければいいが。おかしい、
魔力だ。え？強い魔力が発動している。こんなに宝力の満ちた場所で。そら、まさか。まさかじゃない、絶対だ。よし、行こう。ボルフラム、あそこ。有利だ。違う、魔王だ。無償の愛に命を捧げ、男を信じたけなげな女、褒めるどころか鞭打つ非道。地面が盛り上がってる。土の中から何かが。体罰、暴力、極悪待遇、人の尊厳を奪い、罪なき赤子まで地中に埋める。その行状、すでに人にあらず。なんだあの化け物は。動くたびに溶けて流れているぞ。チェ、腐ってやがる。早すぎたんだ。え、別に腐ってはいないだろう、泥人形だし。しかしまた無駄に悪趣味な化け物だな。どうして有利の魔術はいつもこう美的感覚に欠けるんだ。物を壊し命を奪うことは本意ではないが、やむを得ぬ。お主を斬る。成敗。何をしている。無礼な、許しもなく世に触れるな。バカ者、このふざけた化け物を元に戻せ。それとも何人か殺さなければ気が済まんのか。え？そなたはお前の進化だ、魔王ユリ。主にこの態度か。そうだ、私の王は私に止めろと言った。何？道を間違えて過ちを犯しそうになった時には自分を止めてくれと、そう言ったんだ。お前が見ろ、これがお前の本当に望む姿なのか。無力なものを蹴散らし命を奪うことが。目を覚ませ、ヒューリー。身を挺してまで世を諌めようとは、あっぱれな覚悟。致し方ない、ここはそなたの中心に免じ、場を収めよう。ユーリ！陛下！大丈夫か、ユーリ！グエン、陛下をどこか寝かせられるところへ。ああ。おい、しっかりしろ！魔敵が魔族の宝だなんて言うから、どんなにすごい笛だよと思ったら、なんとソプラノリコーダーそっくりだった。宝石採掘場から救出したご婦人方を連れ、勢い王女隊になった俺たち一行は新魔国目指して砂漠を進んでいたんだけど。本当にいいんですか、ボルフラムのそばで寝てなくて。いいの、あんたとタンデムしてた方が気が楽。それは光栄だけど、せっかく無事が確認できたんですから、もう少し婚約者との再会を喜んであげればいいのに。げー、冗談。膝枕しながらあいつ耳元でずっと上気むねーだの、腕切りむねーだのって呪いの言葉を吐き続けるんだもん。身が持たねーよ。なるほど。ところでさ、あの、大丈夫かな。ああ、グエンダルですか。心配することはありません。今だってほら、平気で馬に乗っているでしょ。大丈夫、彼は強いから。うん、例によって全く覚えてないんだけど、採掘場で切れちゃった時、グエンダルが俺を止めてくれたんだって。ええ、惚れ惚れするような止めっぷりでした。陛下は彼の鋼の心も掴んでしまったみたいですね。それはどうかな。俺のわがままのせいであんな怪我までさせちゃったわけだから、ますます株が下がったかも。
グエンダルに聞かれたら殴られそうだけど、俺は今回のことちょっと得したなぁとも思うんだ。どうして？だって隣を歩く人とは親しくなっておきたいだろ。鎖で繋がれちゃってこんなに長く一緒にいて初めて、あのグエンダルにも人並みに弱点があったり笑ったりすることもあるんだなって知ったからさ。そうか、悔しいですね。遅れを取ったようで。何言ってんの、兄弟だろ。星でも眺めて語り合ってみなよ。お兄ちゃんがどんな人かすぐわかるって。俺たちは話し合う時間が足りなかったようだ。グエンダルが言ってたよ、絆を強くするにはお互いが努力する必要があるって。相手をよく理解して心から信頼できるようにならないとダメだって。でもこれってダチとか家族関係に限ったことじゃないよな。例えば魔族と人間もさ、怖いとか気に入らないとか文句ばっか言ってないで、お互いにもうちょっと努力しようぜって話だろ。ユリ、ええ、そうですね、その通りだ。この後魔敵で砂漠に豪雨を降らせて追っ手をかく乱した俺たち一行は、なぜか砂熊と新婚モードに入っていた兵士ライアンに導かれ、砂熊一家の巣に避難させてもらうことになる。でもさ、いきにあれだけ俺たちをビビらせた凶暴な砂熊とあっという間にラブラブになってるなんて、もしかしてライアンも愛の狩人？ま、その後の旅は快適で俺たちは無事新魔国の土を踏むことができたんだけどね。あの浮気者が一緒に風呂に入ってくれと泣きついてくるなんて、どういう風の吹き回しだ。やはりあれか、旅の途中で僕とはぐれて改めてよくできた婚約者のありがたみに気づいたとか。ユーリ、僕が背中を流してやろう。ああ、ありがとうボルフラム。こんな立派な婚約者に俺は今までなんてひどい態度をとっていたんだろう。昨日までの俺のバカ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 。いいんだユーリ、間違いは誰にでもある。お前のそのヘナチョコなところも全部僕は可愛いと思っているぞボルフラム。よし、今日は俺がお前の背中を流すよな。ユーリの気持ちは嬉しいが、魔王陛下にそんなことはさせられないな。僕が兄上に怒られてしまう。なんだよ、俺がしたいって言ってるんだからいいじゃないかよ。グエンダルなんか関係ないよ。関係ない？僕がちょっと目を離した隙に随分仲良くなっていたんじゃないのか。ボルフラムのバカ、俺がお前以外のやつと本気でイチャつくわけないだろ。ユーリ、ほら後ろ向けよ、背中流してやるんだから。ああ、頼む。あ、ユーリ、今僕の背中に何か書いただろ。なんだよ、分かんなかった？じゃあもう一度。わ、なんて書いたか言えよ。バカ、そんなことは面と向かって言えるかよ。お願いだユーリ、お前の口で教えてくれ。一度しか言わないぞ。すき僕もだユーリ。ボルフラム。待ってろよユーリ。ユーリ、僕が背中を流してやろう。ああ、待ってたぜ、早速頼む。早速って、お前服脱がないのか。ああ、早く。ちょっ行くぞ、せーの、1、2の3。ユーリ、何やってるんだ。ちやっぱダメか。なんだ、いきなり湯船に飛び込んで。あ、悪いボルフ、もうちょっと背中押してみてくれる？
どういう遊びだ？いいから押して。おかしいな。よし、僕も。お前がダイブしてどうすんだよ。ユーリ、抱きつくなってば。斬新なやり方を試すんじゃないのか。やり方って、あのな、なんだ、違うのか。どうした。帰れないんだよ。え、帰れないんだ。はあ、ちゃんと帰ってきたじゃないか。そうじゃない。え、帰れねえんだよ、地球に、日本に。何を言っている。お前はこの国の王なんだから、帰るのはここ決明城であるべきだ。ここ以外のどこにも行く必要などない。そんな、だって前もその前もそれなりにベストを尽くして事件を解決すれば帰れたんだぞ。だったら今回も魔敵見つけてゲームステージクリアだろ。なのになんで帰れねえの。やだよ、もう二度と向こうに戻れないんだとしたら俺このままどうなっちゃうんだよ。魔王として暮らす、当たり前じゃないか。今さら何を言っている。でも俺が帰らなかったらうちの家族が心配する。村田だって。なあ、どうしよう、そんな急に会えなくなるなんて。わからないやつだな。え、お前はこの世界に属するもの、だからここにいればいいんだ。魂の属する場所からは絶対に逃げられない。そんなこと誰も教えてくれなかった。それくらいの覚悟もなかったのか。俺は安易に選びすぎたんだ。異世界で魔王をやるって選択を。そして別れは突然訪れる。準備も覚悟も許されない。お前はどうしていつもそうノリノリなの。そりゃ村ケンズ村田の役作りだから。いわゆるキャラクター設定。設定とか言うな、このメガネっ子。きたー。さーて、まるで締め切り前の作家の心の叫びみたいな新番組、明日間に合わねえ、略して明日版、情報先取りでお届けしちゃいます。村田、これ裏間の宣伝番組じゃなかったのか。細かいことは気にしない気にしない、一休み一休み。いやいや、休んでる場合じゃねえから。渋谷、ここは明日まって突っ込んでくれないとのんのんよ。何事もチームプレーが大切よ、チームプレーが。ほら行って。明日も。声が小さい。明日も。さて次回裏、明日間のつく風が吹く元祖ゴージャスバージョン、略して明日間。は地球に戻れなくなった魔王陛下、異世界で大暴れ。そうだよ、俺さいつ帰れんの。ねえ、そこんとこどうなのよ。ついでに隠し子疑惑まで紛失して、さあ大変、俺の子供じゃないの無責任発言にマスコミ大ブーイング。果たして陛下はパパラッチの魔の手から逃れられるのか。え、何その話。ますます目がもとい、耳が離せない。裏間、左手は添えるだけ、一人はみんなのために、みんなは一人のために。ボールは友達かもしれないけど、ボールマッカートニーとは僕友達じゃありませんから。誰も聞いてねえよ。というわけで裏、明日天のつく風が吹く元祖ゴージャスバージョンにご期待ください。あー、やっぱり明日間に合わねえ。明日も続きまして、アニシナ様でございます。はい皆様お疲れ様でした。アニシナ役の高山みなみです。もう使えないじゃん何も。あ、いや、もう一回ぐらい行ってみたら大丈夫かもしれません。案外大丈夫かもしれません。あのね、大脱走した瞬間はね、はい、今。あーやばいっすか。じゃあね、バイバイ。本当に脱走しないでください。本当に出て行こうとしないでください。ダメなの？ダメなの？本当に扉の取っ手に手をかけないでください。ダメなの？あのね、大脱走というよりは、はい、いなくなってしまいたい衝動っていうのは結構ある。
あ、そうなんですか。ほら地方とかにイベントやなんかで行くときに、はい、新大阪に行かなきゃいけないのに京都で降りたくなったり、はい、降りちゃおうかなって荷物持っちゃった時があってないそういうことってすごくよくわかります、ね、ありますね。でしょ、なんか途中でこう途中下車してなんかぶらり途中下車の旅とかしたくなっちゃう待ってる人にしてみればいなくなってしまう、そう、いなくなってしまうね。でごめんごめんみんなごめん待っててくれるんだよね、でもさこの景色が私を呼ぶなよねっつって降りそうになるところいつも高山さん高山さんっつって実際にじゃあ実行したことはないんですね。してもいい？あ、いやダメです、やめてください。桜井くんがしてもいいって言った。本当にすみません、本当に AT1 的に。本当にすみません。じゃあしない。ありがとうございます。でも一緒にしようか。あ、それならいいです。ね、そうですね。じゃあ一緒の仕事入れてもらって。そうですね。はい。その時はちょっと途中下車してみましょうか。ね、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、続きましては村健。はい。はい、はい、皆さん今です名乗ってもない自分の紹介をしてから名乗ってもない今です、村健役の、宮田光輝です、はい、今です行っちゃった行っちゃったまたやっぱりまだ大丈夫まだ大丈夫まだ大丈夫ですかね、まだ大丈夫です 今多分手に取りましたねリモコンをまだ大丈夫だよね、まだ切らないで、ま、切らないで今ので切れてない大丈夫だよ大丈夫だよね大丈夫だよねまだ大丈夫だまだ大丈夫だと思います、はい、今だと思いますやっぱりそうですね密室だから密室だから逃げたい密室だからなんかねいやなんかちょっと空気がこう新しい空気を吸いたい支えくように言ってあげるといいんじゃないそうです新しい空気が吸いたいそっちかそっちか今ですよごめん解釈間違えた面白いぞもう一回テイク2編集しませんしない大丈夫。はい、オッケー、オッケー、オッケー。さっきのが面白い。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ、勝利役のこの人です。勝利役です。イエーイ。乗った。ちょっと何？今逃げたいでしょ。もうすげえ逃げたい。今だよ、今だよ。これ逃げたいよこれ。今本当に逃げたいよね。すげえもうテンションって持ってきちゃねえじゃねえかこんなの。ずっと今。あ、でもね。何ですか？あれなんですよ。はいはいはい、私よくスタジオで、はいはいはい、よくなんですが、叫んだりとかですね。はいはいはい、熱血系の役とかやってると思うんですけどもね。本番中にですね。はいはい、うおーって言ってブッとおなら出ちゃったとかしたら、うん、そういうことはないんですけどもあれだってないんだけどねないんだけども、うんうん、あれ逃げたくなりませんのねうわ想像したらもうたまらないものがありますね、うん、ちょっと想像しちゃったんですけど本番中ですね本当にないですよそれはそれはないですよないんだ、うん、違うあ、やめてことこれは魔王の CD そうですよやめてくださいね危険危険本当にあまりにもこのまま喋らすと危ないので、まあ、最後ちょっとじゃあまた俳句かなんかで俳句かなんかで締めていただければ得意のよろしくお願いします季語入れて、勝利でした季語ありがとうございました本当に皆さんありがとうございました俳句、まあ、僕はまあ割と俳句をたしなんで今思うのでさすが、まあ、ここで一句じゃあ読んでですね、締めたいなと思っていますけど、僕は今結構あれですよ結構すごい状態ですよ今冷静に見えるかもしれませんけどものすごいいろんなこと考えます一番最初より逃げたいでしょ今そうですね目が泳いでる目が完全に泳いでますね僕は指がピーってなってるそうですねこんな桜見たら今これも僕は時間を稼いでるんですけどね普通に締めて目が血走ってそうですねベアベアは、和彦さんのマルシーダこんなもんでいかが季語なしですけどお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございましたそれでは次回はドラマ CD 裏明日は魔のつく風が吹くでお会いしましょうそれでは皆さんさよなら